これはすごいぞ。すごい。分かってますよね。おもちゃ偉い。これなかなか難易度高いんですよ。すごい。なかなかやってくれないんですけど。あ、いろんなポーズ、いろんなポーズ。すごい。ももちゃんすごい。こんなポーズしてくれるんですか。すごいよ。初めてよ。もうこれ来年のカレンダーですね。すごい。やば。やってきたのは可愛いワンちゃんとご家族。もちゃんお座りできるんですか。いやちょっとできない。あはははってお母さん。かわいい。いいね。いい子。いい。ワンちゃん身長。いいね。足やってます。ちょっと触ってあげる。よし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 。あ、いいね。あんまり時間長くしないっていうのもやっぱり動物だから。そうですね。はい。あの、あきちゃんで。確かにね。じゃあ、今度行きそうだな。そうだね。一人ずつ行けそうだな。どうだった？やってみて。どうだった？どうだった？楽しかった。楽しかった。よかったね。ももちゃん何歳なんですか？3歳です。3歳。わ。ちょうたくんもかわいい。なんかもう、噛まれてる。賢いな、賢いね。お母さん、ももちゃんなんでこんなにいい子なんですか。なんでってしつけがやっぱりいいでしょうね。全然できてないです。いやいや、すごいですよ。全然泣かないし。今5歳。かわいい。あ、いいね。さあ、何かあげようかな、ももちゃん。そう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 。よっしゃ、いいね。いいね。かわいい。オッケー、オッケー。ちょっと待って、聞いてましょうか。どんなノリかな。どんなノリかせよ。すごいね。こんなポーズできる子いないよ。いないよ。ちょっとそうだ、顔。すごい賢い。ちょっと10回2回ぐらいなんでしょう。おすごい、なんとすごい、これはすごいぞ。すごい。すご
分かってますよね。ももちゃん偉い。これなかなか難易度高いんですけど、すごい。なかなかやってくれないんですけど。あ、いろんなポーズ、いろんなポーズ、すごい。ももちゃんすごい。こんなポーズしてくれるんですか。すごいよ。初めてよ。もうこれ来年のカレンダーですね。すごい。やば。すごいね、ももちゃん。こんなポーズできる子いないよ。いないよ。ちょっと翔太、顔、翔太の方に。そう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 。いい、綺麗、綺麗、綺麗。すごい。分かってるね。戻ってる。素晴らしい。賢い。ちょっとだけ目線上に移動できる。勝利の笑顔ですよ。あ、すごい。出るよ。おお、ももちゃん、めっちゃ綺麗。お尻上げたのすごかったな。すごかった。初めて見た。こんな撮影したことあるんですか。ないです。すごいですね。今日ご覧になってどうですか、ももちゃんの様子。意外でした。意外です。すごい才能じゃないですか。ねえ、ね、すごいですね。これからちょっとモデルデビューですよね。すごい。子供さんもすごくよかった。ねえ、よ、頑張ったね。ももちゃん賢いね。いつもこんなに賢いの。あれ。あれだけ。お家ではだけ。すごい、まだポーズすごい。すごいね。すごい。こんな子いる。いないです。いないですよね。こんだけ動かなくって、こんだけポーズをキープできるのはなかなかです。いないですよ。尻尾プリプリしてます。すごい。あ、いろんなポーズ、いろんなポーズを。すごい。やっぱ手も長く見せて。今日いかがでしたか。いやー、すごい。めちゃくちゃ取りやすい。こんなことはない。あんなことはない。あんなことはない。もっと暴れん坊のワンちゃんでも大丈夫なんですか。はい、大丈夫ですね。はい、割とあの僕たちの撮影は結構時間を長めに撮っているので、あ、はい、はい、まあ、撮影時間自体は本当今見ていただいたみたいにもう本当に5分10分かからないぐらいなんですけど、それまでの時間を結構長めに撮ってるんで、うん、今だったらさっき息子がここでお客様の対応してる間に僕はこう距離感測りながらちょっと慣れる時間を作るとかあのして、はい、やらせてもらってます。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。
ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。